韓国エレベーター車椅子、検索すると YouTube のある動画がヒットする。韓国にて乗る直前にエレベーターが閉まったことに腹を立てた車椅子の男性が、エレベーターに体当たりを繰り返すとドアが崩れ落ち、そのまま落下してしまうというもの。事故後、彼はダーウィン賞を受賞している。危険度2。